一両一筋山本周五郎一鴨部五郎左衛門がかんの強い人だということは顔を見ればわかるいつも眉をしかめて唇をへの字なりにして何もかも気に入らないと痛そうな目で辺りを見回すまた一日中喉でうるるるけふる というようよなな妙な音をさせる。咳をするのでもなし痰が絡むのでもない一種奇妙な高頭運動であるがこれが激しくなると間借が起こる証拠なので若い者たちはなるべくそばへ寄らない工夫をしたそういう性質のものの特徴で老人は非常に我が,が強い自分で良しと信じたことはなかなか後へ引かない。 そしてよく考えて謝っていたことがわかるとこちらから出かけて行って恐ろしく開き直って謝るそれには目上も目下も差別はなかった一度なぞは足軽長屋へ行って謝ったことさえあった人によると「あれは老人の虚栄心だ」と悪口を言うが当人としてはそうせずにはいられないので 他人の批判などは頭から問題にしていないのである老人とは言っても五郎左衛門はまだ52歳に過ぎなかった讃岐の国高松藩の年寄り役で藩政の実務に優れた裁判があり官借があろうと我が強かろうとなくてはならぬ人物の一人に数えられていた残念なことには男子がなく 八重という娘一人しかいなかったが負け嫌いな老人は残念だというような顔は決して見せず「バカでも愚かでも己のことなれば跡継ぎにしなければならぬが婿を取るとすれば思うような人物がより取りにできる」「結局この方が通りに合っているのではないか」そういう合弁を労していた。 確かににそれは合弁だったに違いだけれども老人は事実その通り襟抜きの婿を手に入れて渦中の人たちを大変悔しがらせたのであった同じ渦中で番頭を務める内田角右衛門の三男に慶之助という若者がいた三男の暴れん坊というが幼い頃の彼はまさにおっとりとして平凡な ほとんどいいいいるかいないかからなななわらような子供だった。しかし8歳の時小五郎としておそばへ上がると板主の松平頼重が目をつけ「うまく育つとこれは役に立つ人間になる」と言って非常に長愛された。そして実際十三子の年頃から次第に才能を表し始めたので頼重は彼を江戸へ連れて行き 小野二郎右衛門の道場で東方をまた小平公へ入れて学問を学ばせた小野は二代の忠恒であったら父の次郎右衛門忠明の後を継いで小野流を確立した人物で小平公は道春の三男である林春斎を学頭としてまさに第一期の流星を迎えている時だった。 圭之助はここでも数年の間は農中の針であった周りの者は妙な田舎者がいるなと思うだけで別に注意もしなかったのであるが二十歳前後になるといつかしら災配を抑える存在になっていたそれは水が地中へ染み広がるような感じだったそれまでは単にそんな人間がいるくらいにしか見ていなかったのにあるき気が付いてみると 抜き差しならぬ人物になっていた商平校では春祭の皇帝である樋口衛生の秘蔵弟子だったし尾野道場では三件の一つに数えられるようになった鴨部五郎左衛門はこの青年に目をつけたのである直接に知っていたわけではないが帰国の折など百合重が話すのを聞いてこれだと思う 早速縁組の話を始めたけれどもその頃は内田でも父の間からいくつもの縁談が持ち込まれていたので「いずれとも本人の意思に任せたいから」という挨拶で即答を断った他からすでに話があると分かって老人がどんなにやきもきしたかどんなに例の「うるるるけふを連発したかは想像にあまりあることだろう。 そしてやがて慶之助が高松へ帰還してきた彼は25歳になっていた相変わらずおっとりした物腰だし立ち居も言葉つきも昔と少しも変わらない親たちも2人の兄もそれからどんな素晴らしい人物になったかと待ちかねていた旧友地旗の人々もあんまり変わらなさすぎる彼を見て調子抜けがしたくらいだった。 帰ってて、から半月ほどして実は婿の話が来ているのだがと格右衛門がいくつか縁談のあることを話し出した彼はすぐ「兄上がいらっしゃるのに私が縁組みをするというのは困ります」と答えたしかし兄にはもう嫁が決まっていたし慈恵は母方の親類で廃屋になっている家を再興することになっていた。 では、その話を伺いましょう。彼は納得した。しかし、相手は一体誰なのですか少し数が多いので書いておいた。これだけある。格衛門はちょっと苦笑しながら、そこへ巻き紙を広げてみせた。縁談を持ち込んできた相手の長きである。数えてみると、十二桂あった こう並べて書くと一列一体で「好物がなく見えてなかなか妙案でございますな」。彼はそう言いながら長きを見ていったそして終わりまで見通すと髪を巻き納めながら「もし父上にご依存がなかったらカモベへ参りたいと思います」と言った。 慶之助が自ら望んだと聞いた老人の得意さは大層なものだった。慶之助は八重を知るはずがない。身分でもずっと高い家から望まれていた。それにもかかわらず、鴨部というのはこの五郎左衛門を見込んだに異論はないだろう。つまるところ、互いに人物を見込,み見込まれたわけだ。 普段若い者たちに煙たがられているだけに、そう思うことは老人にとって一種の酔い心地でさえあった。角えもんが承諾を告げに来たあくる日の朝のことだった。初秋には少し肌寒いほどの風があって、庭の松林がしきりに少々と枝を鳴らし、夏器の終わった不要の黄ばんだ葉が、 いかにも哀れにカサカサと字を転げていた。五郎左衛門は落ち葉を踏みしめ、地盤の七葉松の手入れをしていたが、来客だという知らせを聞いて庭から上がった。内田様です。歌詞がそう伝えた。こんなに早く何事かと思い、玄関へ出てみると角右衛門と桂之助が立っていた。 その上慶之助は鎧びつを背負い槍を持っていたし2人の後ろには下辺がハサみ箱を担いでいたまるで戦場へでも駆けつけそうな格好であるさあどうぞ五郎左衛門は不審に思いながらそう会釈すると学右衛門は手を挙げて遮った「いや拙者はこれで失礼つかまつる」の。 圭之助を連れてまいったのでお渡し申せばもはや役目は済みましたから。というとつまりつまり向こう入りでござる。角右衛門はにこりともしないで言った。確かに慶之助はお渡し申しましたぞようござるな。しからばこれでおまつかまつる。そしてさっさと帰り去ってしまった。 老人はウルルルケッフンと喉を鳴らし、顔をこわばらして玄関へ棒立ちになっていた。これが慶之助の向入りであった。五郎左衛門は少しばかり派手に披露をして、勝ちうずいちの向こう取りを誇るつもりだった。そのためにはナコードをだれだれ、下着はカクカクと胸剣を立てていたのである。 ところがが前夜話が決まった。「今朝鎧一両槍一筋」「夏冬の着替えを持つだけで塔の婿が乗り込んでしまったのだ」「そしてこれは慶之助がどんな人間であるかを示す第一の警告だったのである」「ねどりの立つような杯が交わされた」 御用が多いですから、酒漬が済んだらすぐに登場いたします。慶之助がそう言うので、八重は髪を言い直す糸間も,もなく、周辺の席に座った。そして終わると、そのまま慶之助は途上してしまった。事実、その時、慶之助は多忙だった。それは高松城下に小野流の道場を建てることになり、 彼がそのの裁量を命ぜられたのである。高松にはすでに上原茂平長沼白左衛門力丸藩上門という三藩士がいて当方を享受していたから新たに小野流を加えるについてはこの三者と接衝すべきことがあり道場や門人についても他との触れ合いに考慮を要するものが多かった。 慶之助は持ち前のおっとりした急がない性質でじりじりとことを運んだ。やがてすべてを順調に収めることができ、二番町に敷地が選ばれて、冬の係りには道場の建築を始めるところまでこぎつけた。この間の五郎左衛門の落ち着かぬ様子は気の毒なくらいだった。せっかく家中千望の婿を取ったのに、 披露するいとまがないばかりかゆっくり話をする暇さえもない朝夕の挨拶とたまたま夕げの時に顔が合うだけで何か問いかけてもはかばかしくは相手にもならないで立ってしまうある時守備よく庭へ連れ出すことができたので老人は自慢の七葉松から話の糸口を引き出そうとした。 それは高さ三尺余りで樹齢300年と言われ亀屈たる幹と枝の張りざ様の見事さだけでも珍重すべきものだったどうだこれは三葉松とか五葉松などはさして稀ではないけれども七葉の松というのは別に千葉の唐松といって珍中の珍とされている。 これまで育てるには随分と苦労をしたものだ。いずれ世話の仕方を教えるから大切に子孫へ伝えてもらいたい。はあ。慶之助はつと手を伸ばし、無造作に枝を引き寄せて葉を数えた。老人はびっくりして押しとどめた。そう乱暴をしてはいかん。枝が折れてしまうではない。 なるほど。慶之助はうなずいていった。確かに七葉でございますなつまりそうするとこの枝全部がきちんと七葉あるのですかだから七葉松というのだそれはまた律儀なことだ。独り言のようにつぶやくと刺したることもないという顔つきで立ち去ってしまった。またある時夕下のあとで。 老人は彼を巧みに自分の部屋へ誘った。そして、セッソンの課長の隊服と小さ、妻の茶碗を取り出してきて見せた。セッソンの方は名作ではないが、好んで用いたという。那須神に足刈りの着彩でなかなか贅沢な仕立てであるし、茶碗には校閲の渋柿という名がついている。い たつとも秘蔵の品で七葉松と共に老人が「鴨茂家の三舌」と称しているものであるしかし慶之助はさっぱり感心した様子も見せないので五郎左衛門は大層イライラした三慶之助は昌平公でも秀才の名を取ったと聞いているだから摂孫の絵や 光悦の銘のある茶碗などにはさずかし興味もあり理解を持つだろうと思ったのにただ、はあ、はとうなずくだけで何の答えもないそこで老人は薬器となり光悦の銘が昇進疑いないものだということや節村の筆法の特徴などまで語り出して汗をかいたけれども慶之助の無関係をなめや どっちでも大したことはないと言いたげな顔つきを見るとそれ以上何を説明しても無駄だと知ってさじを投げた。多様が多忙で気持ちが落ち着かないのだろうそれにこういうものも味わうにはまだ年が若すぎるのかもしれないそう思って自ら慰めたのであった。 道場の建築が始まるとケ之助にもようやく体のいとまができた。五郎左衛門は待ちかねていたように。道場ができると初代の師範はお前かと尋ねた。これはむしろ家中の呼び声でもあったのだ。いや、私ごときにはお呼びもつきません。ケ之助はとんでもないというふうに首を振って、 師範は江戸から迎えることになるでしょうそれはお菓子の話ではないか小野道場の三賢に数えられたお前がいるのになんでまたわざわざ江戸から人を呼ぶのだ私が小野家で三賢と呼ばれたなどというのは御殿でございましょう決してそんな事実はございません しかし家中で知らぬものはないぞ。拒絶は広まりやすいものでございます。いずれ事実はお分かりになるでしょうが。まるで他人のことのようにそう言った。そして彼の言った通り年が明けると江戸から半澤助大夫というものが師範としてやってきた。ああ言ってもいざとなれば圭之助が師範を命ぜられるのではない 五郎左衛門にはまだそういう未練があったのでいよいよ助太夫を師範に同情開きが行われると失望のあまり誰か、の半蔵を呼んで参る五郎左衛門は喉いっぱいに叫びながらそうすれば松が助かるとでも信じているように折れたところを合わせて両手で懸命に握りしめていた。 お庭方の,ものを呼んで相談したがどうにもならならかった。しかし五郎左衛門には長くそれを悔しがっている暇はなかったというのは間もなく慶之助について心外な噂が耳に入ったからである「鴨部の婿は評判倒れではないか」「小野門中の三軒などと聞いたが」 実際に見ると二番庄の道場でさえせいぜいが中実どこだあの話は何かの間違いだろう老人はぎょっとしたいつか当人も三権などというのは御殿だと言ったが無論それは謙遜だと信じていたのだそんなバカなことがあるかゴロザ左衛門は湧き上がる不安を強いて押さえつけ それとなく二番町の道場へケイの様子を見に行った。五日ほど覗きに通ったが噂は事実だった。ケ之助は下城の道でわずかな時間ほんの四五人と立ち会うのだが、見ていても歯がゆいほどパッとしない。ああやるなという瞬間がたびたび見えるのに決まって後手を引いては敗退する。 では全然ダメかといかでもないいかにも噂通り中熟どころの極めて平凡なかも不可もないという程度である一体これはどうしたわけだ五ザ左衛門は呆然と探足したまるで誰かに騙されたような感じであるか中ちゅう随一の人物と見込んだ婿であり多くの望み手を尻目にまんまと自分のものにして いわば鼻高々というところをピシリと叩かれたのだだが見ていてやろう半分は自分に挑みかかるような気持ちで辛くも感んを押さえつけた人間の値打ちはそうやすやすとわかるものではないたとえ東方がそれほどでないにしても学問では秀才の名があるんだまあまあ見ていてやろう 「こんなことには辛抱が肝心だ辛抱が」と思っているところへ追いかけて慶之助がまた失策をしでかした「ごめんください」「あるよそう言って婿がやってきた」「彼が自分から老人の居間へやってくるのはこれが二度目である」「あの松の時以来だから老人は思わずドッキリとした」 そして座へ通ると果たして慶之助はそこへ手をついたまことに申し訳ない粗相をいたしましたおひぞの茶碗を割りましたというとその「はああの小摩の茶碗です」「渋柿」とかいう銘のあるあの茶碗をつい割ってしまいましたその時五郎左衛門の頭に「 と泣きつらに蜂という言葉が思い浮かんだのであるイヨン後で考えると泣きつらに蜂という言葉が思い浮かんだのはいかにも当たっていておかしかったがその時は無論おかしいどころではないすぐ立って見に行ってそして5つばかりの破片になっている残骸を見ると子供がベソを描いたような顔つきになり 両手をぶらりと下げたまましばらくは物も言わずに立ちすくんでいたその様子を見かねたのであろう慶之助がそばから大層に同情したように「あの松は炊き物になりましたが」と低い声で言った「どうも茶碗の壊れたのは扱いようがありませんな」「構わないでくれ」五郎左衛門はひしゃげたような声で言った「構わないでくれ」 俺をそっとしておいてもらいたい。でないと。慶之助はおとなしくそこから出ていった。五郎左衛門はだんだんとうるうるうる結噴をやらなくなった。始終何かしら不安で落ち着かない。家にいると物音が聞こえるたびにドキリとする。また何か壊したのではないか。 何かかか取りり返しのつぬぬことと、をやりはせぬかと「その心配がいつも頭から離れない」「上中とか人の集まるところへ出ると話し声が気になる」「低い声で耳こすりなどをしているのを見るとすぐに自分の陰口ではないかと疑わしくなる」「また慶之助の噂に違いない」「そして俺が飛んだものを背負い込んだと言って笑っているのだ」 彼らら。はさぞ痛快だろうからつまりひがみである自分でも最も癒やしめていたひがみが出てきたのだがの強い者にとって陰で人に笑われていると思うくらいたまらないものはない五ザ左衛門は内と外との両方から神経を痛めつけられ「待てよ」とお考えるゆとりを失った。 自ら狭い穴の中へとはまり込んでいった。高松に春が巡ってきて、犯行の別所である。栗林荘に官王の宴の催しがあった。その宴の半ばのことだったが、ご主君、頼重の側近でふと儒学の話が始まり、陽明と種子との優劣について議論が活発に取り交わされた。た しまいにはよりしげも意見を言い出すほどで少しでも学問に志のある者は老若の別なく進んで論争に加わったまあせいぜいやるがいい五郎左衛門はひそかに北曽縁でいた「今に池之助がその結論を与えるだろう学問でなら必ず進化を表すに相違ない」そう信じて見ていた。 しかし慶之助はなかなか口は開かなかった。関の一宮で一人静かに杯をあげながらちょうど八分通り咲いている桜の枝を見上げたり高い空の彼方に舞っているとを眺めたりしている。何もかも満足だ。何も不足はないとでも言いたげな様子である。いつまで待ってもそのままなので五郎左衛門はついにしびれを切らした。 ここで名誉を回復しなければと思うと矢も盾もたまらず「これ慶之助」と我を忘れて呼びかけたその方には何か意見がないのかその声はかなり高かったので論じ合っていた者もこちらへ振り向いたそして頼重が笑いながら「ああ慶之助には構うなあれは学問のことなぞ知りはせぬぞ」 と言いすぐにまた議論へ帰ってしまった五ザ左衛門はあっけに取られてしばらくの間御主君と敬之助とを見比べていた頼重の言葉が何とも消せなかったのであるけれどもやがて憤慨が胸へ突き上げてきたもう我慢ができぬと思ったそれでは一体敬之助は何者なんだ 尾野道場で三権の一というのが誤報である。小平校の秀才だと信じていたら、学問のことなのを知りはせぬという。七尾松はへし折るし、秘蔵の茶碗はぶち割るし、これでは何のために無効を取ったのかわからない。全体どうした間違いなんだ。この責任は誰にあるのか。五郎左衛門はそっとよりしげを見やった。 そうだ、責任はご主君にある。江戸から帰国されるたびに慶之助の噂を聞かせなすった三見も秀才も御主君のお口から出たことだ自分はそのお言葉を信じたままであるそう突き詰めると五郎左衛門の腹は決まったそれで大下の時夜桜を拝見したいからと願い頼重に辞して立林荘に残った。 その夜は月が冴えていた。秋のようにさえかかった月で少し気温も低く桜の枝もどことなくしんと息を潜めている感じだった晩餐の後とで頼重が庭へ出るのを待ちかねていた五郎左衛門は魚用を得たいことがあるからと言って自身を遠ざけてもらいただ一人縁の奥へと誇示していった「話したいというのは何だ?」。 恐れながら私事でございます。慶之助のことか頼重にそう言われて五郎左衛門ははっと息を詰めた「不平が出る自分だと思うてた慶之助のことであろう」「いかにも酔いのとおりでございます」「聞こう何が気に入らないのだ」「五郎左衛門は先手を打たれて戸惑いをした」「急には言葉が告げなかった」 そして久しぶりにうるるる結噴と口頭運動をやってからようやく表を上げて言い出した五五郎左衛門の言うことを聞き終わってから頼重は長いこと黙って月光を浴びた歌詞に眺め入っていたそれからほとんど忘れたかと思う頃に「今から七年前の冬だった。 と静かな声で話し出した。「江戸城の大手先にある暴行の屋敷がもらい火で焼けたことがある暴行というだけで名は言えないその時家臣の幾人かがすでに燃えている蔵の中へ飛び込んで家宝の品々を救い出した2人はやけどをし1人は足を折り そして一人は焼け落ちの土蔵の中で死んだ。後で改めて見ると腹を切って、その腹の中へ家宝の軸を抱き込んでいた。不動明を書いた軸だそうで血まみれになっていたが焼けずに済んだのだ。暴行は言うまでもない。聞き終えた者はみんなその侍の中心に頭を下げた。 そして、その侍の遺族に熱い火葬の沙汰があったとき、要は、慶之助が暴行を批判して不明の人だということを耳にした。常々、そんなことを口にする慶之助ではない。訳があろうと思って問い詰めると、彼はこう申した。宝物を救おうとするのは、家臣として当然のことである。 しかしいかなる家宝といえども家臣の命に代えて良いものはないはずだいざという時に備え常々体をささげて奉公する侍をわずか一つの軸のために消死させるのは主君の道ではないかの侍を奉承するのは同じことを繰り返させる危険があり奉行がその点に気づかぬのは 藩主として不明である。圭之助はそう申したそれから一年ほどたってからだ頼重はちょっと息をついて続けたある時小平公から井口が来て圭之助を聖堂へ迎えて教官にしたいというたってのこん棒なので呼んで聞いてみた。 すると慶之助は非常に心外な様子で「私は学者になるために学問をしたのではございません」そういうのだ。憲法も学問も一人前のご奉公のできる物資になるための修行で人に教えるとかそれで身を立てるなどという望みはいささかもない。さような話はごめんこうむります。まるで二目もなく断るのだ。 「その方この言葉をどう思う?」。五ザ左衛門は何も言えなかったしかし何かが見えてくるような明るい力強い感動が湧き上がるのを覚えた「世が大平になると武士の生き方が生ぬるくなる」と頼重は言いついた。戦国の世ならば あたら武士一人を昇進させるほど掛け軸人軸を大切にする大名もあるまいまた肝心の方向をよそにして己の学問武器に気を奪われる侍もないだろう武士が武士らしく生きるには大変ほど難しく困難なのだ慶之助はそう申した学問も 武術も一人前の奉公のできる侍になるための修行にすぎない備えて持つべきものは鎧一両槍一筋その他無用の品は一物も身近に置かぬのが侍のたしなみであると頼重はそこで言葉を切った「まだ言いたいことがあるようだが それをさえてじっと胸の中で味わっているというふうに見えたそれからもう五郎左衛門のことも忘れたように静かに御殿の方へ歩み去った老人は踏みおられた松を思い渋柿の茶碗を持った身近に無用の品を置かないことが武士のたしなみであることはよく知っている 少しでもそういうものに心をとらわれては一筋のご奉公はできないそれは倫理としてはよく知っていたのに実際には手にある気候の品が話せなかった鎧一両槍一筋を持って婿に来た慶之助にはどんなにそれが未練なものに見えたことだろううーん 五郎左衛門は何か胸へ突き上げるようにうめいた「あ <laughs> 明くる夜家で遊戯を済ませた後、五郎左衛門は婿を今へ呼んだそしてソンの大福を取り出してきてこれを始末したいがどうしたらよいかと聞いた慶之助は目をしばしばさせてシュートの顔を見上げた さようでございますな。さようでございますな。私ならお上へ捧げるところでございますが。しかしまた、どうして手放すお考えになったのですか。五郎左衛門はうるるるけふんとい、いかにしてもやったりというように笑った。なーに、お前に引き破られるよりいいと思ってな。